どうも、つやです。前漢の創立の功労者といえば、漢信昭夏長領が三傑として挙げられるんですけど、そのうち長領だけが謎の立ち位置です。王座の際とか、帝王の死、あるいは軍師みたいなポジションであったと言われていますが、何をやったのかよくわかんないです。君主のために軍事的、戦略的な策略を進言する補佐役として、計りごとを意訳の中で練っていたとは言われていますけど、実態が不明です。ですが、後進に数えられているわけで、一体何をしたのか考えていきたいと思います。そもそも長領は出自不明者が多い劉邦軍団の中でもかなりはっきりした出身の人です。祖父である張開智と父である張平は漢の宰相を務め、召使いは300を数えたと言われる金持ちです。ところが漢は秦に滅ぼされてしまうんですね。で、張良は秦に復讐を誓ったと言われています。そこで彼がやったのは遊興の音となり、始皇帝その人を暗殺しようとしたことです。つまりアウトローになり、地下に潜ってレジスタンス的なことをやったんですね。結局始皇帝を暗殺しこそない逃亡生活を送ることになります。この時地下に潜った生活の中で、その名門出身で皇后のおじとされる紅白ともこの時に知り合います。こうした地下のネットワークが生きていたのは、秦に対する反感が各地に醸成されていたからで、それまで違う国、違う文化だったものを無理に統一しようとした秦の政策に対しての反感が民衆にもあり、それが長領をはじめとする人々の逃亡の一助になりました。この逃亡生活の中で兵書を読みながら情報を集めていたというんですけど、一番の助けは貴族社会のネットワークだけでなく、草門のネットワークも手に入れたことでしょう。特に始皇帝を暗殺しようとして実行したということになると、アウトローたちからも信頼を置かれていたと想定できます。遊興というかアウトローの人々は、秦が各国を制圧する前から各国の貴族たちとつながりがありました。戦国四軍と言われる各国の公使たちは食客を多数集め、特に秦領軍は多種多様な客を多数集めて自分の手元に置いてあり、その数は3000人を超えたと言われています。これは各地を流浪する食客から情報を集めるとともに、その異能を使って強大化している秦に対抗しようとするものでした。劉邦も実は魏の公使である秦領君を慕い、彼の食客だった長寿と親交を深めています。劉邦自身もアウトローの人間でしたし、地元の顔役である王領を兄貴と言って仕えていたといいます。長領もまたこうしたアウトローの人たちの交流の中で、全国に広がる情報網を構築しつつ、旧六国の貴族社会のネットワークを保っていたために、戦略を立てるために必要不可欠な情報を誰よりも深く広く持っていたと想定できます。おそらく彼の一番の異能はこうした情報収集能力と分析力でしょう。秦は始皇帝の死後、混沌を極めていきます。各地で反乱軍が出没し、その統治は破綻していきました。そうした中で長領もまた立ち上がります。その地で自立した慶子を訪れようとした途中、劉邦に出会います。その時自分の言葉を受け入れてくれる劉邦に感じ入り、そのまま仲間に入ります。長領の戦略とはどのようなものだったのか、これは史書に記されているわけではないので推し量るしかありません。基本的には進行作戦に特化した内容であったと思われます。秦を滅ぼす際には具体的な作戦として、急襲、不意打ち、兵力を多く見せかける義兵の計を使ったりと、目先の攻略に心血を注いでいます。また黄門の会では、かつて長領が地下に潜った時に助けた紅白からの情報を得て、劉邦を死罪にしようとする紅一派からの謀略を防ぎます。その後長領は一時的に劉邦の元を去るんですけど、復活した漢王を皇が殺したことから、長領は再び劉邦の元に戻ります。そこから対皇の戦略を練っていきます。ここでの戦略は大きく3つあります。まずは皇の戦力を多方面に割くことで劉邦に対して集中させないこと。このために第三勢力の醸成をし、漢信や芸府といった諸将に燕、大、成、趙の地を計略させました。2つ目は現実的な戦略を持って皇に当たったということです。漢信や芸府が第三勢力として強くなりすぎた結果、劉邦の言うことを聞かなくなっていきます。これに対する劉邦の怒りをなだめ、恩賞目当てであることを把握して劉邦に伝えて、彼らに対して恩賞を約束するように進言します。天下を握ってしまえばあとはどうにでもなるという感覚で、終戦後の処理も見据えた現実的な策です。3つ目は外交と戦闘を織り交ぜたということです。こうすることで皇は同盟者が減り、いつまでも戦い続けなければいけません。そうすると補給の面でも兵力の面でも、いかに戦闘力が高い皇と英でも疲弊していきます。最終的には漢信がその同盟国を滅ぼし、兵力を補充させつつ、宝越に祖軍の補給も攻撃させ、背後を攻めさせ、後には芸府やロワン、劉化にもこれに当たらせ、祖軍を弱らせることに成功しています。最後は弱らせた上で盟約を結び、背後を見せた祖軍を攻撃し、漢の全軍で皇羽を包囲するように攻め、皇羽を滅ぼしていきます。ここから考えるに、長領は参謀として劉邦の傍らで戦略の立案をしていたと言えるでしょう。劉邦もまたこの意見を採用し、ことに当たっていたので、最終的には勝つことができました。では天下平定後、多大な恩賞を受けたかというと、そうではありません。
劉邦の天下平定後の劉邦という爵位と宝珠を得ただけでした。そもそも長領という人格は任侠的なものを帯びたものです。当時の任侠というのは経過の自責から考えるにどのように人と交わるのか、人からどのように心を築くのかという点にあり、いかに人のために命を投げ出せるかという点にあります。燕の公子丹が始皇帝暗殺を起とした時、地元の侠客の伝光に密事を打ち明け、別れ際に内密にと頼んだ際、伝光は自害します。内密にと念をされたことを自らの不徳として恥じたんです。昆門の会では長領は漢の家臣であり、劉邦が殺されても関係ない立場です。それなのにそれを見落として守りました。これはただ劉邦への個人的な関係のためだけに紅白に取りなしを依頼し命を張ったんですね。ことの始まりは漢のために始皇帝を暗殺しようと志したことにもあります。儒教的な知識人では到底なく、その行動原理は義教の行いであったと言えるでしょう。義とは他人のために尽くすという意味で、仁とは身内のために尽くすことです。劉邦は仁の人であり、長領は義の人であったため、根のところでは相入れないものがあったのではないでしょうか。そのためか劉邦から3万個という恩賞を辞退し、神聖の道を極めると言って隠遁します。これは劉邦の猜疑心、権力力を活破し、保身のために無欲を装ったとされています。それもあるでしょうが、そもそも義とは見返りを求めないものです。念願だった秦を滅ぼし、漢の復興は叶わなかったものの、自らの知力を存分に振るい天下を動かしたわけですから、長領としてはもうそれでよかったのかもしれません。天下平定後、長領は恩賞に不満のある人々に安心感を与えるため、劉邦が憎んでいることを軍臣が知る、容姿を検証することを勧めたり、帝都を長安にすべしと進言したり、後継者問題に助言したりしていますが、基本的には引きこもった生活をして人生を終えます。後世実権のある官職にはつかず、多大な恩賞も求めず、ただ主君の覇業を支える人物として理想の人とされてきました。三国時代の曹操は王座の際と言われた順位を迎えた時、我が志望が来たと喜んだと言われています。日本においても竹中半兵衛などは長領を彷彿させる伝説をまとっています。最後に長領伝説で、長領が謎の老人から書を預かったというものがあります。長領が橋のたもとを通りかかると、汚い服を着た老人が自分の靴を橋の下に放り投げて、長領に向かって、おい若いの、降りて靴を取ってこいと言いつけたんですね。長領は頭に来て殴りつけようかと思ったんですけど、相手が老人なので我慢して靴を取ってきたわけです。すると今度は足を突き出して、わしにその靴を履かせよと言い出します。長領はすでに拾ってきてやったんだからと考え、膝を地につけ老人に靴を履かせました。すると老人は、若いの教えられそうだな、あと5日経って早朝わしんとこで会えと言いました。なので長領は言われた通りに午前2時前後に赴くと、老人がすでにいて怒られます。次の5日後、長領は夜中から約束の場所で待っていました。しばらくして老人がやってきました。老人は満足げに、こうでなくてはならんと言って、長領に一編の書物を渡し、これを読めば王者の子となれる、10年経ったら交流し、13年後にはお前は私に会うだろう、最北の国上山のふもとにある鉱石がわしなんだと言って消え去ります。受け取った書物は太公望が記したとされる兵法書だったと言われています。この逸話は祖職によれば、老人が長領に教えたのは、生死を耐え忍んで大事をなすことで、状況が劣勢でも耐えて展望を待ち、目先の利得ではなく中長期で大きな利益を得ることを教えたものだと説いています。戦略とは小さな勝ち負けではなく、ましては短期的な勝利ではなく、最後にどのように勝つかを考えることを示唆している話なのかもしれません。